ここれより会議を開きまますすの際ご報告いたしますお手元に配布いたしましたとおり今回期中憲法審査会に参考・送付されました地方自治法第99条の規定に基づく意見書は2件であります念のためご報告いたします次に閉会中審査に関する件についてお諮りいたしますまず第196回国会細田博之君ほか6名提出 日本国憲法の改正手続きに関する法律の一部を改正する法律案につきまして議長に対し閉会中審査の申し出をするに賛成の諸君の起立を求めます,、はい、す起立多数、よってそのように決しました次に第198回国会原口和弘君ほか2名提出 日本国憲法の改正手続きに関する法律の一部を改正する法律案につきまして議長に対し閉会中審査の申し出をいたしたいと存じますがご異議ありませんかご異議なしと認めますよってそのように決しました次に閉会中憲法審査会において参考人の出席を求め意見を聴取する必要が生じました場合には参考人の出席を求めることとしその日時人選等につきましては 会長にご一人願いたいと存じますが、ご異議ありませんか。<し>ご異議なしと認めます。よってそのように決しました。次に閉会中、委員派遣を行う必要が生じました場合には、議長に対し、委員派遣承認申請を行うこととし、その派遣地、派遣機関、派遣委員の人選等につきましては、会長にご一人,ご一人願いたいと存じますが、ご異議ありませんか。<し>ご異議なしと認めます。よってそのように決しました。 本日はこれにて参加いたします。